南マンハッタン上空を飛ぶ USS ロサンゼルスロサンゼルスはアメリカ海軍の公式飛行船。記号は ZR-3。1923年から1924年にかけてドイツフリードリヒスハーフェンのゼッペリン飛行船会社で建造され、当初は LZ126 と称した。ドイツの戦争賠償の一部として ドイツ政府からアメリカ合衆国に譲渡された。第一次世界大戦後、ベルリンのアメリカ大使館スタッフだったハロールド・ガイガー、陸軍少佐は、ドイツ赴任中に、アメリカ陸軍航空部の司令官に当てて、LZ-126 飛行船の建造に関する報告書を送り、アメリカ陸軍が入手すべきであることを繰り返し、強調した。ガイガー少佐は、後に、 アメリカ海軍が取得する、その飛行船に乗って、大西洋を横断した。世界的なニュースとなった、大西洋横断飛行を終えて、ニュージャージー州レイクハーストに到着した。飛行船は、1924年11月25日、ワシントン DC 内のアナコスティアにおいて、モーリス・ワール・ピアース式の下アメリカ海軍に収益した。飛行船の不ガスは、安全性の観点から、 ペイロードの減少を招くにもかかわらず、水素からヘリウムに変更された。飛行船ロサンゼルス号は、合計4398時間、太平洋から大西洋に至る、あらゆる地域に及ぶ172400回りの飛行を行い、その間、観測、実験のプラットフォーム及び他の飛行船のための練習船として使われた。全長は656フィートで、 最大のゼッペリン飛行船であるヒンデンブルクより約148フィート短かった。ロサンゼルスの倒立1927年8月25日、レイクハーストの高い渓流等に繋がれていた時、一陣の風がロサンゼルスのビブを捉え飛行船の真上にあったより冷たく、より濃い空気の層に持ち上げた。そのためビブは上がり続けることとなった。 戦場にいた乗組員は上がってゆくビブに向かって、流骨を登ることで対応しようとしたが、船の動きを止めることはできず、最終的にビブは、船体が85度の角度になるまで上昇した。しかし驚いたことに、船の損傷は軽微で、翌日には飛行することができた。ロサンゼルスは、経済的な理由から1932年に退役した。 1933年4月の USS アクロンの事故により一旦再収益したが、またすぐに保管状態に戻った。最終的には1939年に海軍のリストから抹消され、格納庫内で分解されて、飛行船として最も長いキャリアを閉じた。いずれも事故で失われた両船のアクロン、メーコン、シェナンドーなどと異なり、安らかな終焉であった。 ありがとうございます。